ちょっと待った。はい、皆さんこんにちは、今回はですね、1月22日、大久保アルファでの対戦会の様子を、解説していきたいと思います。よろしくお願いします。これが、1回戦がですね、ワンピガーが私グラと、スピガーが、ダンさんですね。前回でもあった、エッジ対ランの戦いです。でダンさんのランってなかなか珍しい気がするんですけど、本人曰く新しいことに挑戦してみたかったということですが、まあ対戦を追いながら解説を加えていきましょう。新しいことと言われない結構この隣れてるフラッシュ攻撃のタイミングが上手いんです。ああ今の上手いな。ショープレイヤーからのナイフで浮いたとこからの空中投げは結構かわせないんですけど、まあ、かわせるんですけど、今はね、とっさによく反応したいな。あ、惜しい。この辺がちょっとまだ慣れてないところで、一応ローテーティング交換をしてしまってはなかなかよろしくない。やっぱり地上のフラッシュ攻撃はなかなか難しいんですよね。遠目からの危険性とかもでフラッシュ攻撃を削りつつ最後はしゃがみ投げ。いやーどちらが勝ってもおかしくはなかった。ラウンド目に行ってみましょう。グラバーは B バツに変えて、ダンサーのランのままですね。ここは一応 B 罰を本キャラにしてるだけなんで、いい戦いを見せていかなければいけないところではあります。あー、ちょっと待って、名前うまいね。これはね、フリー交換で追撃をかわすっていうのがマニアックさ、うまいですね。今のは、まあ、結構暴れ入ってたんですけど、まあ、若干振ってては少なくとも牽制にはなるかなというところですね。でそこで技を出してしまって着地の隙に足が刺される。そこからショートエアで KO。 次3ラウンド目に行きましょう。そういった段差は相変わらず A ランクですね。でグラバーが、ショーマンに変えています。崩壊リードは結構本当に見てエアバースト攻撃なんかで発揮されなければ空中くらいになるとなかなか安くないですね。ショーマは近づいて小足と中段の2択をかけたいところ。ランは接近戦を追い込んでも分が悪い。打ち投げを外してうまいな。あの距離でフラッシュ攻撃をやろうってなかなかすごいですよ。で最後はカウンターでエアバースト。いやーでも 1,2 ラウンドも危なかったし、これストレートってほど差はないです。新キャラのランなのにここまで使われてるっていうのはすごいです。でじゃあ 2試合目に行ってみましょう。これがワンティーガーがクロスさんで、スピガーが、私グラですね。スピガーが夏ボーマンダイブで、ワンピガーがザキにボーマンにショーマン。ショーマン結構流行ってますよね。ショーマンねシンプルなんですけど結構面白いですよね。第一戦使おうと思えば使えるみたいな技が揃ってるような。でこれはザキと夏なんで、まあタックルを紙一重でかわしてフルコンボ。さっきは牽制で隙を見せた相手に今のコンボを刺して気絶させていきたい。対する夏は基本はバレーボールでの牽制で近づければこうやってエアバーストを最後外しましたけどやっていきますか。この体力差だと夏はあまり近づかない方がいいでしょうね。まあ僕は結構なんかガッツリ好きなんでやってしまってこうやって手痛い反撃を食らうわけですが、あの体力だったら牽制合戦でなんとか時間潰した方が良かったんじゃないかな。今
今さらバレーボール打ち出してもそういう話ですね。お互いこうやってなんか多少無茶な戦術を取っていくしかなくなっていってしまうんですが、うまく死ななが引きまして、こう足を重ねるのタイミングが合わず中段をうまくかわしてタックルを空中ガードされて死刑を。ダッシュ攻撃はね、隙を突いて油断を誘えば結構、ね、効果的なんですけどね。そういう丸々のところで使っちゃいけないですね。しゃがみ投げ決まってここから浮き攻めに入る。ジャンプしようとするところに小足が引っかかり、もう一回浮き攻め、今度はジャンプでかわすよ。翔馬はそういう大技の隙にカウンターを刺していったり、小技の股間の牽制で何とかしていきたいところ、強制ダウンと男の背中が入り追撃。ここはワンゲージ使ってもダメージを取りに行く。フルコンボ決められない。これは、まあ、あと2回ぐらいコンボを食らってもいけ。大悟は積極的に行きたいところ、馬側はやはり、おーっと今のはあえて下に打たずに強で後期後悔を打って、かわせると思った昌磨に刺さったところですね。第3戦、ここで3ラウンド目がボーマン対決。ボーマンは打ち上げた後この後の追撃をうまくできると一気に破壊力が回すんですが、ここは追撃できず、カウンター潰しにボディックが刺さる。ディフェンスでかわしてストレートが入る。すでにボットラッシュの合間にジャパンを差し込んでいきました。あのカウンターは、今のはエアバック攻撃かなんかが良かったか。このコパンボットラッシュが強いかな。ボットラッシュガードさせてプラス9とか9フレとか恐ろしい有利技ですからね。ほとんどのカウンターすら受け付けないと、これやってるだけで勝てるんじゃないですか。で、何かの隙にショートエアを刺して後ろ側のボーマと勝利。お互いキャラを戻してザキ対ナツ、さっきの2枚は避けたいところ。ザキは空中強パンテのペースを近づけないですからね。こうやってバレーボールを叩き込んでいって、ダウンしてる間に、突っ込んでる間に追撃するというか、取り付けるのがナツのやり方ですね。で、ショーマのツープラを暗い距離が離される。見てらんないね。ジャンプでかわしたと思った回転レシーブが刺さるが、刺したら次は入れられない。ああ惜しい、あれがヒット確認されたら危なかった。おっとダッシュ投げに行こうとしたら投げ返し、これは完全にしゃがみ投げを読み切っていないといけない行動で、まずしゃがみ投げにスリッパを刺し、ここは勝ちにいく。ゲージはなくなったんで不用意な接近は避けてバレーボールをやった方が良かったんですが、ここは、なんとか功を奏してしゃがみ投げで終了。グラ側の勝利ですね。次の試合行ってみましょう。これが、1P 側が、クロスさんで、 2P 側がダンさんですね。クロスさん側がガン、流れ、隼人、ダンさん側がラン、超ひなたですね。これ趣味キャラ3人ということで、いや ランね、なんか女っぽくないキャラみたいなのやってますけど十分可愛いですからね。わしの相手が務まるかも。ガンのうさんくささにどう今日こそ真相を聞かせてもらうよ。ランが立ち向かっていくか。始め、一度打ち上げられたらランの命はない。牽制に牽制を重ね、防ぎ攻撃まで出し切るが届かない。その後に、フラッシュ攻撃を弾無敵じゃないスーパーアーマー状態でかわして打ち上げる。マニアック、ハイジャンプができていれば追撃を食らわせられたんだが、
コンボがマニアックすぎた。ガンはどんどん壊しを刺していきたい。あーちょっと高度が足りすぎたか。シェアバーストがフルで決まらない。だが、体力有利の、ランが後はスラッシュ攻撃である程度牽制をしつつこうやって隙に刺していけば勝利は近い。妨害妨害を決めに行って、これは裏回りを狙いに行ったのか。ちょっと不思議な現象が飛び出しましたが、最後は固まったところにしゃがみ投げ。この体力差でダッシュで近くてはこれも仕方ない。2ラウンド目お互いキャラを変えて、あ、キャラ変えてないですね。クロスさんが流れで、ダンさんがラン。ランのしゃがみ投げは隙が少ない。超バタ足も隙が少ない。あれは相当速い、カウンターじゃないか。確か反撃できたんですよね。ゲージを使うだけのことはある。流れは一気にショートエアから、受け身狩りを減らしていきたいところ。耐久に2強兵を出すも頭に刺さってしまう。これはランが試合を支配している。あーっとここでおっとカウンター節で超バシャシが入り、レディまで決めて半分。あと2コンボ食らわせればなんとかなるか。危ない。おー、今のお見合いからの徹底リー。あと1回、これはどうなるかわからない。流れは今近寄る術がなかったか。カウンターのフラッシュ攻撃で KO。 これでダンサーが2連勝。ここで隼人 VS ラン。強いな。これは多分小ジャンプフラッシュ攻撃をやろうとしたのにミスってハイジャンプになってしまった。そこの隙にフルコンボを刺していく。ハヤトは近寄って小足からのコンボを決める。これが第一目標。これを2回やればもう瀕死で、ダッシュで近寄らない。ここは落ち着いていく。小足が刺さって落ち着いてノーゲージ。これは貫禄勝ちか。決勝が入りました。で、ハヤトでまくりに行くクロスさん、ダンさんは持ちキャラの院長に変える。ただこの2人は火力差が激しいぞ。クロスさんが積極的に、コパンで固めてしゃがみ投げ。ハヤトのコパンは隙が少ない。立ち投げが入る。珍しい。小足で牽制して反撃狩りに気合いナックル。クロスさんがノリに乗っている。小足が遠いと見てダッシュを仕掛けるも、ここは読まれていて2プラソン。そこからランの2プラからフルコンボ入って、これでようやく半分。体力的には、ほぼ五分のように見えるけども、火力の差でかなり厳しい。おっと、落ち着いて90分強カウンター。今牽制の狩りの隙が甘かったが相殺になってしまった。これで、あ、今の投げが決まっていれば院長にも活路はあったが、ギリギリショットパンが届き、これは固定ダメージ死んだか。ギリギリ生き残る。ゼロドット、ゼロドットなので早く焦る必要がない。カウンター気合ナックルで熱血コンボ院長止めることができなかった。これで2対2。ハヤトがまくるまくる。5ラウンドファイナルラウンドでクロスさんはハヤトにそのまま行くつもり。ダンさん側がひなたに、キャラチェンジしています。中距離の立ち回りはわずかにハヤト有利か。ただ火力は圧倒的にハヤト。これは日向が試合の主導権を握るのか、ハヤトが火力で押し切るのか、そういう試合ですね。あー、うまい。今のヒット確認うまい。小足の最後までディレイをかけてからのトークキック。気合になってる。当てるも焼け石に水か。ハヤトはもう、試合落とししか狙っていない。おっと、うまい対空。もはや竹刀落としを当てれば、まあ、おっと、試合に負けて勝負に勝ったっていうところかと思いきや、まだ捨ててはいない。
ここから置き攻めが入れば、これ返せればまだ試合決まらない。あ、これで追加高石が決まる。あ、これは固定ダメージ決まったか。まくった、大逆転、これでクロスさんの勝利。